フレデリク4世は、シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプ公。クリスティアン・アルブレヒトと、デンマーク・ノルウェー王フレデリク3世の娘フレゼリゲ、アメリエの長男として、ゴットルプに生まれた。1695年、父の死により、公爵位を継承した。ホルシュタイン・ゴットルプ家は、本家のオルデンブルク家のみならず、当時のスウェーデン王家である、プファルツ・クレー家ともつながりがあった。 フレデリク4世のおば、ヘトビヒエレオノーラは、スウェーデン王カール11世の母であった。さらにその息子カール12世、デンマークノルウェー王フレデリク4世、ザクセン選帝後堅ポーランド王アウグスト2世、そしてシュレースビヒホルシュタインゴットルプコー、フレデリク4世の4人は、いずれもデンマーク王フレデリク3世の孫であり、互いに、いとこの関係にあった。そうした、 関係の中でフレデリックはデンマークよりもスウェーデンを重視し、スウェーデンとの同盟関係を強化した。さらに1697年にはカール12世の姉である1マ枚ヘドビグソフィアと結婚した。この結婚によってフレデリック4世はスウェーデン王位継承権をも獲得した。フレデリック4世はヘドビグソフィアやカール12世が幼少の頃から面識があり、 彼らの兄代わりでもあったという。1700年に大北方戦争が始まると、デンマーク王フレデリク4世は、スウェーデンの同盟国である、シュレースビヒホルシュタインゴットルプ公国に侵攻した。フレデリク4世はスウェーデンに助けを求め、カール12世はデンマークに侵攻して、これを屈服させた。この年に結ばれたトラベンタール条約によって、 広告の安全は保証された。この後、フレデリック4世は、カール12世と先人を共にしたが、1702年に、ポーランド遠征のクリシュフの戦いで戦死した。30歳だった。この年、新たに、シュレースビヒホルシュタイン校の後継者となった、カールフリードリヒは、生まれたばかりであり、フレデリック4世の弟クリスティアン・アウグストが、摂政となった。 1751年にスウェーデン王となったアドルフ・フレドリクはクリスティアン・アウグストの子でフレデリク4世の老いであった。また、カール・フリードリヒはロシア皇帝ピョートル1世の娘アンナと結婚したが、二人の愛の子、カール・ペーター・ウルリヒはアンナの姉、エリザベータの後継者として皇帝ピョートル3世となった。ありがとうございます。